お、2階は、あ、ベルの山。ベルの山がある。って行こうとする私。あ、こっちに札束。ひゃっほい。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、イメミの館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、ゆみの館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで、今回は、久々のホラー村、都村に行ってみたいと思います。まあ、何やらね、ちょっと不穏な動きがある村らしいので、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。ホラー村楽しみに行ってもあれやけどね。はい、ということで、都村に、出発！はい、都村に到着。お、でもなんか綺麗そうな感じ。ね。夢の世界へようこそ。あなたは今、都という村の夢を見てらっしゃるのよ。現地の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の世界をご堪能遊ばせ。どんな感じなんやろ。なんか、こう、私が今まで行ってきたホラー村みたいな感じの、グロい感じではないんかな。不穏な動き、ミステリー要素が強めな感じかな。あ、なるほど。この中全部着替えということか。ちょ、拾っていきます、私。はい、オッケー。じゃあ、いろいろと身につけていきましょうか。でもなんかちょっと若干多いような気がするけん。カビたワンピース。あ、なるほどね。この辺はそういうことね。オッケー。じゃーん。こんな感じで。こんな感じで。あ、なるほど。骸骨の被り物とこういう仮面、ピエロの仮面で一緒につけれるんよね。なるほど。なんかどっちかしかつけれんのかと思った。さあ、これで、それじゃあ、びっくりしたわ、もうちょっと。夢見さんにビビる私。ホラー村として見ていきよるけん。ちょ、いろいろとね、見ていかなければいけないよ。あ、でも村自体普通に。え、綺麗やね。花もいっぱい咲いとるし。じゃあ、まず1軒目なんだけども、この家の住人さんは中におるんかな。はい、それじゃあお邪魔します。お、いた。ん？いたって普通な。ただ、ちょっと、他の人たちと違うところといえば、音楽がないことぐらいかな。どうも。2階はアトリエ、入らないでね。え？入ります。それは入ります。キャラ設定的にはね、この人は、村長さんに異常に執着している人らしいよね。その異常っていうのがどういう感じなのかちょっと気になるけど。2階はアトリエ。え、なんかめっちゃ。え？あー、そういうパターンのやつや。これね、これ壁一面絶対、村長さんに執着してるってことは、これ絶対壁一面、村長さんの写真とかじゃないの。うわ、気持ち悪い。ストーカーというやつですね、いわゆる。なるほど。これ地面に落ちてるのは？今現在描いてる、絵かな？ん？絵なの？文字なの？わからない。こんな感じ。ああ、ここもシーンとしてるな。このカップ麺すすりながら。でも描いてる絵はちゃんと。え？描いてる絵はちゃんとって思ったけど、なんかあっちに。あれは、あのさ、立ってるマネキンの後ろにある絵は多分、描いてる絵だよね。元からあった絵ではないと思うんやけど。なんか、後々、ヒントになってきそうな感じか？こんな可愛い顔して。こんな可愛い顔して。ストーカーなの、君。お、右側の部屋は、何、お誕生日？てか、あの子は、結構やっぱ、見た目通り、幼い男の子ってことなんかな？まあ、ね、ストーカーだけど。ストーカーだけど。ね、思った以上に子供なのかもしれない。
ちょ待って、びっくりした。閉じ込められたかと思った。はい、それじゃあ、地下へ。お、地下はなんか、え、なにこれ。え、なにこれ。何の絵が描いてあるの？え、怖いんだけど。え、これってなんかあれやない。なんかさ、たまにあのツイッターとかで見かけるようなさ、ちょ、なんか男の人がさ、美少女キャラを、美少女キャラをなんか、描かれた布団で眠るみたいな感じの。もしかしてこれ村長さんかな？マジか、そういう次元のか。え、でもあれ男の子でしょ？村長さん女の子なんかな？あ、でも女村長さんなのかもしれない。でも上にあったあの服装は何？この子の服装？なんかな？わからない。ほい、それじゃあ、まあ、多分、こう、なんていうん？こう、グロい系とかではないと思うよね。ミステリー系みたいな感じ。ん？今なんか誰かおったね。向こう側におった。あの、ちょっと離れた芝みたいになっとるところの住人さんかな。ね、村自体は綺麗、可愛い。し、住人さんも別に不気味系とかじゃなく、普通に可愛い住人さん。なにこれ？これマンホールってことかな？可愛い。でもちょっとなんか魔法陣みたいな感じやね。あ、ちょ待って、通り過ぎてるな、私。あ、なるほど。道の通りに行けばいいというわけじゃないよね。ちょっと外れに家があるわけだ。いや！なって、これ落とし穴なの？ちょっと。誰よ。いや、待って、これ全部落とし穴もしかして。え、まさかの。これ無事にたどり着ける道はないんすか？ちょ、ここにもあるんか。この格好さっきのさ、ストーカーさんの家にあったマネキンと同じ格好じゃない？ね。ユノさん。あ、ユノさん。この人村長さんやね。小物入れなくした。え？あ、小物入れさっきあったよ。あの、ストーカーの家にさ、なんか大事そうに、ね、博物館の展示品みたいになって、ポーチが保管されてあったけど、それやろ。あったよ。あったよね。はい、それじゃあお邪魔します。ん、なんか緑を基調とした感じの家なんやね。なるほど。目に優しい。ん？これはもしかして。大金が。ですよね。ですよね。一応、設定的には、ユノさんはこの宮古村の村長さんで、ベルのため、まあ、お金のために生きている方らしいです。今までに村を二つ売り払ってきて、まあ、今は宮古村。この村に雲隠れ中と。何から逃げとんやろ。宮古村は売り値がなぜか安すぎるために、少しでも売り値を上げるため、村の開発に勤しんでいるらしいです。ってことは、またこの村が、いい感じになってきたら、売られるわけだね。どんだけ金を稼ぎたいんだ。すごいな。すごい家に住んでるな。大浴場やん。大浴場やん。あれか、人間やっぱり欲は尽きないということで、どこまでも延々とお金が欲しいのか。ほい、そして奥の部屋へ。見てこれ、トイレで。トイレで一部屋使っとるよ。トイレで一部屋使っとるよ。どんだけだよ。しかもこんな綺麗に。それテレビがあるんですけど。トイレでテレビなんか見てたら時間がめっちゃ経つよ。まあね、村長さん一人暮らしならいいのかもしれないけれど、これでね、家族と一緒とかやったら、お父さん早く出て！テレビとか見てる場合じゃないからってなら、漏れる漏れるみたいな。はい、そして右側の部屋は、あ、リビング？
綺麗、めっちゃ綺麗なんやけど。いいなぁ。じゃ、なんかホラー村って聞いとったけんさ、めっちゃ覚悟してきたけど、一応普通に綺麗なんですけど、羨ましいんですけど、こういう暮らしをしたいわ。何、家の中に。家の中にケーキのショーケースあるよ。こういうのね、気分を味わう感じ。あ、これがいいかな、みたいな。多分定期的にこの中に補充しに来てくれるさ、パティシエさんとかがおるんよ。お抱えパティシエみたいな。ほい、それじゃあ、2階の部屋へ。お、2階は、あ、ベルの山。ベルの山がある。このベルの山ってどうやってゲットするん？普通にベル袋持っとるだけじゃ別にあんな感じにならんよね。なんか、何かしら方法があるのか？わからない。持っていこうとする私。あ、こっちに札束。ひゃっほい。ひゃっほい、やべえぞ。あ、これがあれかな。なんかこれから、ちょっと村をこんな感じで開発していきたいと思いますみたいな。ちょ、企画みたいなのがそこに書かれてあるんかな。誰と相談して進めようんやろ。あれっすか、やっぱり、役所勤めの静江さんが共犯っすか。ほい、そして地下へ。お、地下は寝室。寝室にはなんかちょっと、ね、缶詰があったりとかするのか、一応。なるほどね。上ではあんなに良さげなものを食べていたのに。え、この椅子かわいい。これなんて椅子？めっちゃ独特な形しとるね。面白い。座るとこ狭くね？そういうものなの。なるほどね。これが村長さんの生活空間ということだ。そのうち小物入れが出てくるといいね。そしてちょっと抜いてくれると嬉しい。さっきは、ちょい！引きずり込まれたよ！穴に引きずり込まれたよ！怖いわー。この辺とか、ま、あったりするの？さっきうまい具合に避けてきたけどあったりするの？怖いわ。はい、そして3軒目。ミオナさん、壁紙剥がすんじゃなかった。壁紙？なぜ剥がしてしまったの？ちょ、お邪魔するね。お邪魔します。見て、なんかすごいとっちらかっとるけど大丈夫？これ壁紙剥がしてる？めっちゃ綺麗やけど。こういう木目ってことかな？え、超綺麗やん。こういう木目ならね、まあ、あの壁を傷つけない、汚さないっていうために貼るんならあれやけど、このまんまでも全然ありやろ。全然ありやろ。壁紙のことよりちょっと床気にした方がいいと思われるけど。ほら、なんか至るところに新聞、これどうした？あれかな？ちょ、キッチンの下が汚れんようにとかかな？汚く見えるけど。大丈夫？ゴミめっちゃ落ちとるよ。これソファーの綿とかじゃない？え、大丈夫？女の子じゃないの？ミオナちゃん。ちなみにこのミオナちゃんは前に住んでいた村を村長さん、ユノ村長に売り払われたっていう恨みがあるらしく、このユノさんを村長を追いかけてこの村までやってきたらしいです。で、一応まあ自分が住んでた村取り返したいんだけども、取り返せなくっても、まあ居心地のいい住居があればいいかなっていう、結構ゆるい感じの子。なので、村長さんを脅しながらゆったり暮らすことにしたらしいです、この村で。脅しながら。怖いわ。え、広っ。あ、なるほど。なんかめっちゃ体鍛える系なんやね。素晴らしいやん。素晴らしいやん。え？え、待って、なにこの壁。ちょっと待って、めっちゃ怖いんだけど。え？え、なにこれ。ちょ、私、鍛えるためのさ、器具にばっかり、健康器具ばっかりに、目がいっとって全然気づかんかったんやけど、最初。え、なにこれ。お札？これ何？お札？血？壁紙剥がすんじゃなかったってこっちのことか。一階じゃなくって、
2階の壁紙を剥がしたら、壁紙の下からこんなのが出てきたってこと？え、めっちゃ不気味やん、やば。これは確かに剥がすんじゃなかったよね、ちょっと。あれやわ、ローランに頼んでもう一回貼り直してもらった方がいいよ。あんな部屋ね、一目散に逃げ出したくなるよね。それじゃあ、ちょ待って、めっちゃなんか落ちてるよ。え？斧？めっちゃ斧あるやん、どうしたん？え、やばいやばいやばい、怖い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 。え、この斧で何するの？なんで駅前にあんな落ちてるの？怖いよ。そして、なんかちょっと、びっくりした。なんか止まった。え、ね、かわいい！見てこれ！クッキーや！地面がめっちゃクッキー。え、超かわいいんですけど！いいね、いいね。お、お、これは、何これ？ちょ、なりきん村長。なりきん村長。どうも、かわいい！これ、ロ？ロロ？なんかな。なんか若干丸っこい件違うかと思う。ロロ、ロロちゃん？終電出たよ。気をつけてな。ありがとう、心配してくれて。んと、この、なんかお供え物がめっちゃある。ご先祖様かな？そういうことではないんかな？なんか、超夢いっぱいみたいな感じのエリアに住んどるけど。はい、それじゃあお邪魔します。ここに住んでる、ロロちゃん。ロロちゃんは一人暮らしのためにダーツで住む村を決めようとしたらしいです。ダーツの旅やん。で、この村に来ることに、まあ、ダーツで決まってこの村に来ることになったんだけれども、村のおかしさにうすうす感づいているらしいです。ちなみに可愛いものがすごく好きらしい。ってことは、家の外のクッキーの、クッキーのタイルみたいなのも、もしかしたらロロちゃんが、あれかな？敷いたんかな？か、そういうのを許してくれるんや。一人の村じゃないのに。はい、それじゃあ奥の部屋へ。あ、もう夢の国。そのよね、コーヒーカップとかも欲しいんやけどな。え、なにこれ、ここに座って鑑賞するのこれ。座って食べるんかな。え、もう夢のようやんね。そんなでっかいケーキ食べれるとか。いやー、なんかもういいわ。いいわ、夢の国だわ。びっくりした。何、ハート落ちとった。見えんかった。全然周りの色と同化して見えんかったんやけど、超ビビった。はい、それじゃあ2階へ。かわいい。私この雲のさ、この雲のラグめっちゃ欲しいんやけど。いいな。いいな、夢の世界やね、ほんと。かわいいわ。あ、これなんか切り株の上にリンゴ置いたらいい感じやね。これでなんかちょっとストーリーできそうじゃない？ストーリーできそうじゃない？なんか。いいね、いいね。かわいい。全体的にめっちゃかわいい。ほい、そして地下へ。お、地下もなんかシンプルやね、お風呂。なにこれ、自宅で？自宅で、お牛乳が。なるほどね。しかももう同じ空間に、待ちきれずに同じ空間に置いてあるんや。もう出た途端にや、プハーみたいな。腰に手を当てて。なんかちょっとホラー村ということを忘れそうになるわ。なんなんやろうね。ちょっとずつおかしい部分があるっていう感じなんかな、この村は。とりあえずこう、成金趣味の成金趣味の村長さん、お金儲けのことしか考えてない村長さんに始まり、その村長さんに異常に執着している。うわ、びっくりした。めっちゃびっくりした。その村長さんに異常に執着している。え、なに、撮影で禁止、キープアウト。え、なに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 、え、これ何、水道、水道の水を飲んではいけない。
ってこと？何これ？え、監視カメラあるんだけど、怖っ。え、監視カメラあったの？え、怖っ。何これは？何やろ中身。違う。はい。あ、フォーチュンクッキー。さあ、中身は。ててーん。中からおみくじが出てきた。なになに？知らないでいいこともある。47番。知らないでいいこともある。ちょっとそれかなと思ったけど。え？なんなんこれ。で、ここに井戸が、飲んだ。ここに井戸があるっていうのがあれだよね。あ、もしかしてこの井戸の水を飲んではいけないってことかな。そういうこと。若干ここも気になるよね。若干気になるよね、そこも。え？なんなん？キープアウト立ち入り禁止やし、え、なんか、もしかしてさ、誰か殺されて、あの井戸の中に、びっくりした。誰かあの井戸の中に、捨てられてるとかいうことはないんすかね。なんかありそうじゃない？そういうの。うわぁ、ちょっと。勝手にビビる、私。じゃ、浜辺の方降りてみようか。こっちの方は何もないんかな。とりあえず、もしあっちに行けるんやとしたら、マリンスーツとかありそうな感じやけどね。あーと、ちょっと待って、私、ハニワくんにさ、ハニワくんにスコップ借りてこないといけないんじゃない？ちょ、スコップ取りに行こう。ここ上がったら結構すぐよね。ということで、ハニワくんにもらってきます。あ、公園とかあるんや。何？楽しそうやん。ここ公園やったよね。ゴミ箱しか見えてなかった、最初。はい、それじゃこのエリア通り抜けて、ハニワくん。はい、ハニワくん、スコップをくださいまし。スコップ、スコップ。なんかね、あれ、渡った先に、海を渡った先のプライベートビーチみたいなとこ、なんか埋められとったもんね。あそこに監視カメラがあるってことは、ね。あそこで起こったことは映っとるってことよね。え、怖。何が起こったんやろ。ぜひともその監視カメラを見てみたいものなんだけれど。ね。この辺に、なんだこれ。ドラム缶、流れ着いたのかな。え、ないんやけど。え、待って。ないよ、マリンスーツ。マジで？ないの？ちょっと上がれない。え、ないよ、ないよ。な、この辺にあったりする？この辺からなんか飛び降りるみたいな。え、ないやん。マジで？え、絶対あると思うんやけどな。私が見つけれないだけ？とか、そういう感じ？だってさ、あそこの真上が、キープアウトのところやん。絶対なんか、その謎の答えみたいなの隠されとる気がするんやけどなぁ。ないの？ないの？え、ないの？絶対あるって。え、ちょ、待って、どっか私が探せてないところ。この裏側とか。何もない。なんか落ちとる。一斗缶。え？なんかそういうとこにもさ、誰かさ、入れられとんやないん。大丈夫？ちょ、この中身は。フォーチュンクッキーや。今の一斗缶についてやろ、多分これ。はい。何でも秘密にしておくのが良い。うわ、絶対なんか人殺し起きとるって。うわぁ、やばい。私はやばい村に来てしまった。ん？今なんか、ここなんか掘り起こせそうよ。待って、メガホンではなく、はい。ゴミ袋。ほら、埋められてるものも意味深だわ。絶対この村の住人さん何人かやられてるな。ただ、そのやられてるのが一体誰にやられてるのか、まあ、ロロちゃんは絶対違うと思うよね。
そこは確実に、まあ、違うとして、こんなとこになんかあったね。これは赤い風船、緑の風車。なるほど。子供たちがなんか待ち合わせみたいな感じしとったんかな。この辺、他に服とかはないよね。ん？あ、なにこれ。え、なにこれ、病院？命を大事に。え、わかってるよ、大事にするよ。え、大事にしますよ。私大事にしてますよ、命。死にたくないもの。ね、絶対死にたくないもの。ないなぁ。どこか行けてないところがあるんだろうか。わからない。私にはわからないよ。私にはわからないよ。どこかしらにあると思うんやけどなぁ。ね。あそこの周りのどこかがもしかしたら、とかいうことはないかな。あ、こんなところにピクニック。一応なんかね、平和そうなものとかもいっぱい置いてあるんやけど。まあね、この村にはきっとかつて、もっといっぱい住人がいたんじゃなかろうかというね、疑問が。その住民たちは一体どこへ行ってしまったのか。誰に、どこへ連れて行かれてしまったのか。もしくはこの世にはもういないんではないだろうかという、そういう、そういう感じなんじゃなかろうかと私は思うわけです。はい、それじゃあ、ん？今なんか落ちとった？気のせいかな。なんか落ちとる、ここに。これは？こんなとこにも監視カメラあるんやけど。え、怖い。え、怖い。これ全部斧やろ？うわ、斧や。すべて斧や。こっちの方、キーパートあたりに何か、ないな。この辺、ね。この辺なんかあるかなと思ったけど、いないね。ないっすわ。ないっすわ。まあ、そういうことだ。そういうことだ。ほい、ということで、まあでも一応マリンスーツを探すっていうことで、さっき気づけんかった、家だけ行きよったら気づけんかった、細かいところも行けたけん、まあよかったかな。命は大事にしましょう。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかね、南の島みたいにマリンスーツも借りれたらいいのにね、ハニワくんから。そしたら何も問題はないのに。